こんばんは。おうおう、すごいいっぱいいっぱい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。コルセットしとんのかと思った。どこに顔じゃあマスクですこれは。こんばんは、こんばんは。元気です。とりあえずなんかテロップ書いとこうと。顔文字、あ、違う、この顔文字とか、これでいいや。コメントの定型文ができてから入ってすぐに挨拶できるのはよきよき。なんかさ、早くなったよね、配信始めてからさ、みんなのコメントが反映されるの。あとなんか星も、もう何、始まってすぐにバーってくる感じ。ちゃちゃちゃー、ちゃちゃちゃー。寒い。定型文設定できるっぽいですよ、なんかみんなのコメントを見るには。すっぴんです。口紅だけちょっとだけ塗ってるって感じ。うん、ショールームいろいろな機能があるっぽいけど、私はちょっとあんまり詳しくはない。ただなんかこう、あれ前までさなかったんやけど、あの何、美白効果みたいなフィルターみたいなのがついてくれたのはめっちゃ嬉しい。フィルターじゃないけど、なんて言うんやろ、 美肌のメイクしてなくてもメイクしてるように見えるから。目がかゆかった。何定型文って、私が設定するやつ、わかりません。ちょっとわかりません。配信始めると出てくるようになってるよ。そうなんだ。何も設定してないよ。勝手になってるってこと？初期設定の定型文、そうなんだ。
使い方わかんないもん。めっちゃ着込んでる。うん、めっちゃ着込んでるよ。モコモコのパジャマの上からモコモコのなんかアウターじゃないけど上着着てネックウォーマーみたいにつけて乾燥しないように。うん、超モコモコ。イストスさん、クマのぬいぐるみありがくま。イストスさん、クマのぬいぐるみありがとう。すごい、初めて投げてくれたよね、ありがとう。 Thank you。 明日は暖かい。え、今日もね、暖かかった余裕って、そんなに寒くなかった。なんか雪が降った日とかがもう寒すぎて全然寒く感じんかった。まあ寒いって、風があったから風が吹いたりしたら寒ってなるけど、前よりはって感じ。夜と朝はやっぱちょっと冷えるけど、昼間はあったかいよ。電波悪くない？え？電波悪くない？なんかすんごいすんごい顔で止まってたんやけど。あ、でも今だんだん良くなってきてる。お、だんだん良くなってきてるよ。あれ、なんでだろう、なんでこんな電波悪いんやろ。めっちゃ変な顔で止まっとったよね、多分。なんか半面の横向きみたいな。これ星があるとね、見えないんだよね。あ、ほら、良くなってきてる。あれ、なんか下がったり上がったりだね、今日。あれ、なんでそんな電波悪いの？あ、良くなった。今いいでしょう、多分。星で見えん。これさ、画質さ、なんか別のさ、下じゃなくて上らへんに欲しいよね。だって星で見えないもん。なんか一瞬電波悪かったね、なんでだろう。
あ、お、ラキチさん、クマのぬいぐるみありがくま、ラキチさん、クマのぬいぐるみありがとう、 Thank you。 あ、消えちゃった。今ちょうどいい感じ。え、公演は続くんだ。なんか福岡も緊急事態宣言出たって、あ、出るみたいなことを今日の朝見て、で、さっきなんか決まったみたいな感じやったやん、速報みたいな。それで公演とかどうなるんやろうって思ったけど、続けるんだね。大丈夫なのかな、そんな出てるのに。7時までに終わるようにするのかね。でもそれだとさ、まあ今はでも遠方の人はあんまり入ってないのかな。今より減らしたらさ、定員数もうやる意味なくない、あんまり。なんか今でもただでさえまあ少ないっちゃ少ないのにさ、いつも入るあれより、やっぱ一席空けてソーシャルディスタンス保ってやってるから。でも17時開演にしちゃうとどうなんだろう。普段学校行ってる子とかがまああんまり出れなくなっちゃったりするんじゃない、わかんないけど、ギリギリとかになっちゃいそうじゃない。どうなんだろう、地域はわかんない、ちょっとなんか詳しく書いてあるやつが見当たらなくて、その地域みたいなの。だからちゃんとなんかどこに出たのかはちゃんと分かってない。でもまあこればっかりはどうしようもないよね。そうね、メンバーとスタッフさんにもしあのかかったりしたら大変だから、一時またまあ嫌だけど安静にしてた方が良さそうな気もしなくはないけどね。結構な人数出てるからかかっても黙っとか、それ逆にさ迷惑かけるくないだってかかってもさ黙ってて公演とか出まくってて、でそこでみんなにも移っちゃって、みんなが誰かメンバーが陽性って出た時に経路が分かんないとさ、あれやん、もう避けようがないというか。無観客配信、無観客配信はまあなんかザライブの時とかはさ別に歌うだけであんまり喋る MC がそんなになかったから、なんか感想みたいな感じで言って次の曲ですどうぞみたいな感じだったからまだ良かったけど、今までっていうか七色公演を無観客でやるってなると結構辛いかも。まあ今はコールとかもできないから似たようなもんじゃないのって思われるかもしれんけど、でもおるのとおらんのとでやっぱり違うよね。 MC とかは歌は別にそのね、もう今声出せない状況だから仕方ないとこもあるけど、 MC でいないとちょっときついかも。
なんかやっぱりね、ちょっとあの何お面白い時とかには笑ってくれてるのよみんな。そんななんかアハハハとか笑ってるわけじゃないけど、ニコニコしながら聞いてくれてる。でもそれがないってなるとなんか反応もないし、なんか本当に大丈夫かなってなっちゃいそう。 MC 不安になっちゃいそう。自信がどんどんなくなっていきそうな気がする。え、そうだよね。だってまあでもやるって言ってるならやるから、まあ今まで以上にその対策はするんじゃないですかね。でも飲食店がもう8時で終わっちゃうからどうなるんですかね。この辺なんか発表あるんかな。今まで通り9時終わりなんかな、平日は。ちょっとわからないけど、そこら辺はね。これさ、地域、福岡のその緊急事態宣言が出た地域ってどこで見れるんだろう。あ、まだやってないのかな。なんかツイッターで見たら今なんか会見をやってるっぽいけど。画質低下してる。嘘だ、入り直したら多分いいよ。今だって1101だから多分いいと思う。よ、悪くないと思う。ね、画質悪くないよね。多分あの一回入り直したりしてない人はなっちゃうのかも。そのなんかいろいろああ月曜日久しぶりに公演入れたけど、せりちゃんまた歌うまくなったねって。えー、嬉しい。ダンボがにぎやかなんすけど、せりちゃんの声聞くと元気な。かわいいね、ダンボ。あ、ワンちゃんに癒されたいな。もうね、最近インスタグラムのさ、検索欄押すとさ、なんかおすすめみたいなが、おすすめの投稿みたいなバーって出てくるやん。もうあれでね、あのダックスのあのなんか動画とか上げてる人のアカウントめっちゃ見ちゃう、可愛くて。ダックスが一番可愛いよマジ。うちの犬もダックスなんですけどね、むーちゃん。本当に可愛い。どう長くて足短くて可愛い。
うん、ダックスが一番好き、ワンちゃんの中で。ダックスよく泣くからなって、どの犬も泣くでしょ犬は泣くよ。猫は結構おとなしめなイメージやけど、気まぐれって感じやけど、犬は泣くよ、元気やから。でも性格によって違う。なんかおとなしい子はあんまり吠えんし、元気でおてんばな子とかはよく吠えるし、あと人見知りとかいろいろあるよ。ストーブ出すとうちのワンちゃんストーブ占領してお髭がチリチリになってたよ。かわいいね。なんかさ、最近ってか今日の朝見たあのワンちゃんの絵、めっちゃかわいいやつがあって、なんかストーブのね前にね、ダックスがね、もうこの距離、この距離でね当たっとるとストーブに、でそれ絶対熱いやろってぐらいめっちゃ近くてかわいかった。熱ってなるやつやんって。人間もさ、ちょっと近づきすぎるとたまに熱ってなるやん、ふくらはぎらへんのとか。でもね、ワンちゃんはねお顔をねめっちゃ近づけててね、可愛かった。ね、大丈夫なんかなって思ったけど、ちょっと心配になった。うん、もう冬休みは終わりましたね。お、こまこまさん、くまのぬいぐるみありがくま。こまこまさん、くまのぬいぐるみありがとう。Thank you。そう、冬休み終わっちゃったよ。タイトルどうしたの？いや、なんかとりあえずなんかテロップ書いとこうと思って、でもなんかいいのが思い浮かばんかったからこの顔文字にした特に意味ない。私はオンラインじゃないですよ、授業は行ってますよちゃんと。でもどうなんだろう、今日は行けたけど、あ、でも、あ、どうなん、なんか福岡県全体に出たらもしかしたらその行けないかもしんないけど、ちょっとまだわかんないですね。でもなんか感染症対策は結構してるから行けなくなることは多分ないんじゃないかなと思うけど、いや、リモートでやったことないですあて、パキっていった。ブオさん、クマのぬいぐるみありがくま。ブオさん、クマのぬいぐるみありがとう。
推しだから投げてみようってありがとう。テロップ見たら一瞬元気ないのかなって心配になったよ。え、マジ？全然元気だよ。元気なかったらこんなにハキハキ喋ってないよ。どうしようかな。どんな授業するの？いろいろみんなにも聞かれる。ホエイさん、クマのぬいぐるみありがくま。ホエイさん、クマのぬいぐるみありがとう。うん、本当にいろいろするんだ。めっちゃ左目がなんか眠たい、あれ重みを感じる、まぶたの。うん、眠い。眠かった？うん、眠かったかな。だから今日行って学校に、その終わりに、今日水曜日じゃないですか。で、映画がちょうどレディースデーだったんで、なんと念願の銀魂を見に行ってきました。なんか突発で、めちゃめちゃ良かったよマジ。後でツイートしようと思ってたんやけど、マジで良かった。得点ももらえたし嬉しい。銀魂そう見た。得点ね、めちゃめちゃ泣けた。最後じゃない方がいいよまだ続いてほしい。アニメ見なくても大丈夫だった？うん、全然大丈夫よ。私ある程度その見てたからさ、アニメは。で、めちゃめちゃ泣いた。もうボロボロ泣いた。女優泣きしただって周りの人も泣いてるもん。え、女優泣きって知らない？女優泣きっていうのはもう拭わないの拭わずにずっとポロポロ涙流してたねえ、ずるい。歌もいいし作品もいいし、ずるいよ。感動するし面白いし、声優さんも豪華だし、最高じゃない？
劇場だと泣けないんだよね逆に立ってる側だからなのか知らんけど、あんまり泣きたくない人前で。ねえ、本当にさ。歌がよすぎた。楽曲はもうダウンロードでした、好きすぎて。あ、だけど書いた。周りに銀魂のコスプレしてるファンいなかった？え、いなかった。いないよ。なんか女の子が多かったイメージ。なんか意外と何だろう、年齢層の幅が広かった。みんな見た方がいいよ。感動する、マジで。うん、映画館ではポップコーン食べた。ピーちゃんが一緒にゲームしてた時、リルタが可愛かったと言ってた。ええー、嬉しいね。また一緒にゲームしたいな。うん、一時期中止になってた、ポップコーン販売中止、コロナが流行ってた時。ピーちゃんはエペックスじゃなくて DVD 一緒にやったよ。なんか配信、あの一回この間ゲーム配信した時に、あ、その前に一回やったやつもピーちゃんもいて、マネージャーさんとピーちゃんと一緒にやった。
え、何？クマ投げるんで呼び捨てでお願いします。ブオクマのぬいぐるみ、ありがクマ、タンコブありがとうクマのぬいぐるみ。なんか呼び捨てはちょっと言いにくいや、慣れないポップコーン美味しかった。あて、ご飯作らないとな。え、ブンスト新しい舞台、え、レッドアップルの舞台やるんだ。ほうほうほう。でも大阪と東京でしか公演やらない、悲しい。見に行きたかったな。いや、私の好きな舞台がなんかまた新しくやるみたいなんですけど東京と大阪にしか来なくて、オンラインでしてほしいよね。いやでもね、オンラインだとね、結局 DVD 見てるのと一緒の感覚になっちゃうから、やっぱ生で見たいよね舞台は。ブンスト誰推しですか？太宰さんです。え、全然違うよ。生で見るのと DVD で見るのって全然違うよ。だって DVD はもうカメラ割りっていうか決まってるやん。そう、映っとらんキャラクターもいろんな動きしてて、それがまあ醍醐味みたいなもんですよ舞台の。自分の目でカメラに映ってない部分を見れるっていうのが。みんなの公演と一緒だよ。だから公演も DMM でまあ見ても楽しいとは思うけど、やっぱ推しがさあんまり映ってない時とかはさ、早く映してくれって思うでしょ。でも公演自分で見に来たらずっと推しのこと見てられるでしょ。それと一緒。
そう、そういうことです。眠た。なんか泣いたからなのかめっちゃ疲れた。ねえ、ミュージカル新作、ミュージカルとか舞台新作いっぱい出るのに全然見に行けなくて悲しい。見に行きたいけど、でも東京とかだけしかないから全然見に行けない。え、映画で泣いたのよ。映画で泣いたから疲れた。泣き疲れた。え、映画で泣いたのよ。そんななんかプライベートでめちゃめちゃ泣いたわけじゃないよ。私が泣いた。映画で、映画見て。よいしょ。そう、映画もプライベートです。え、めっちゃ泣けた。銀魂の映画は、なんか揚げ物食べたいな。でも揚げ物できないな。揚げ物できないんだよな。うん、うん、マスクここにつけてる。眠たい、眠たいね。なんか左目だけ重たいって感じ、まぶたが。右はそうでもないけど、左目がめっちゃ重たいです。まいこちゃん、くまのぬいぐるみありがくま。まいこちゃん、くまのぬいぐるみありがとう。左でよう泣いた。そうかもしれん、左目がよく泣いたかも。左目ポロ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 出てきてたから、どん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 。明日目腫れちゃうかもね。ピエン、明日取材があるのに悲しい。明日メイクしないとだ、朝早く。チャカさん、クマのぬいぐるみありがくま。チャカさん、クマのぬいぐるみありがとう。
Thank you。 でも自由抜きは貼りにくいって言うよね。あ、うん、でも終わった後に拭ったからいや、朝配信はしないです。マジで朝配信は絶対しないもう本当に朝しか時間がないっていう時にしかしない。でもそういうことは絶対にないので大丈夫です。朝はしません。よっしゃ、そろそろ終わろうかな。ご飯食べようっと。うん、心に誓ってる。早起きとか苦手？苦手。前よりは全然起きれるようになったよ。てか起きるよ起きるけど、あんまり寝れるなら寝ときたいって感じ、朝は。寝坊多いからねっていつの話？もう結構前の話で、それ結構初期らへんの話で、今もう寝坊なんて全然してない。なんか初期らへんにしてたぐらいじゃない？よっしゃ、終わりましょう。ランキングを読んで、13位フェリーニさん、12位トシボーさん、11位アクアさん、10位ヒッサーさん、9位鈴友タンタンさん、8位アユソンさん、7位ラキチさん、6位コマコマさん、5位イケポンさん、4位ボチャンネルさん、3位ナガッチハーレムさん、2位ブオさん、そして1位がホエーさんでした。ありがとうございます。はい、よいしょ。はい、また明日も配信しますので、多分これぐらいが一番多いかな、配信的には。何もなければってか、公演とかがなければこれぐらいの時間に毎回配信するような感じになると思いますので、まあ土日はね多分変動あると思う。みんな休みやろうから、まあ休みじゃない人もおると思うけど、大体の人が休みだと思うので、うん、はい、ということでありがとうございました。皆様また明日、明日も早起きだ、頑張ります。じゃあねー、みんなおやすみ、バイバイ。